第1期若実戦決勝戦司会実況の小笠原奈緒です。解説は引き続き佐々木久と瀬戸熊直樹が務めます。お二方ともよろしくお願いいたします。お願いします。それでは対局へと参りましょう。第1期若実戦決勝戦3回戦投牌の開始です。それでは3回戦を開始してください。こちらに山田裕之の合図によって3回戦が開始されました。ちーちゃからさわや、なんちゃに阿久津、しゃーちゃに岡崎、ペーチャに中村の並びです。さあ瀬戸熊さん、はい、2回戦ご覧になってちょっと不安も残りましたが、はい、いかがでしたか。そうですね、はい、まあ、まだちょっと全員硬いなって感じは受けましたね、うんうんうん、もうここからあと2戦なんでね、はい、ついにだんだんぶつかってくるんじゃないですか。はい、はい、ここからはね、はい、ぶつかり合いが見えるんじゃないでしょうか。3回戦目折り返し点に入りました。久里さん、あんまりね、はい、数字も動いてないですからね、うん、これ阿久津くんだけ表裏でしたもんね、うん、上下でもう27ポイントぐらいしか離れていないと最大いう感じですね。このままいけばね最終戦も面白そうになりますけども、さあこの3回戦が気配になってきそうです。二面つ完成の岡崎は初が統一、ドラは1枚です。中村も一面つ完成、ペーチャー、シャーが統一、沢谷は想図で一面つ、第一期ですから ね、 ね、まあ、日本シリーズもね、宝戦も縦長だったけど、はい、役満が出て、はい、面白くなりました、ね、最後までね、何があるか分かんないですよね。マージャンはそうですよ。それは私が一番言っていいことだと思います。説得力があると思います。まあ、日本シリーズの時は僕もいたんで、おっとこれ面白くなったんじゃないみたいな。やったりやられたり、おいいとこ出たなみたいな。シリアトリも瀬戸熊さんも19切ってるわけ、バン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 。あの時打ったんですよね。僕が打ちました、はい、打ちました、平川さんに、はい、まあ3人が生んだ久さんの報酬みたいな、ね、面白くなりますよね。岡崎くんがイーシャンテン、ドラ打ちますけど、はい、あ、初はないじゃないですか。2枚スルーしたんですね、うん、そしてイースを重ねたところ、直前に打たれてたんだ、うん、泣くもありましたよね。ただあの時はね、ジャントできてなかったんで、あ、はい、ちょっと泣きづらい形だったんですね、はい、ここで初、うん、あ、でもパーマン、ドラ3ワンですからね、はい、3ワンにくっつけてからの初でしょうね。はい、さあ、親番もうチートイツイーシャンテンですね、うんうん、想図にくっつけば、さあここで初切り連敗取らずです。初が2枚入れ、チートイツありますね、これでチルとか天敗か、数層短期、はい、とりあえずの数層です。とりあえずなんかリーチしたいな、さっき9番逃してますからね、はい、先にリーチ、いや、また似たように先行リーチ入った、カンリャマンです、表示牌、うん、リャマン残りゼロ、初々のね捨て合いですから、はい、こう向かいづらいけど、ほぼ両面です、ね、これは、あ、現物切られたばかり、あ、トイトッとした、地獄待ちか。ああ。でもどうなんですか、これって手出しなんで統一落としっぽくないですか。統一落とし狙えばいいと思う、はい、そうですね、うん、狙えますよねこれ、うん、普通に狙える、親ですしね、うん、ローピンは行く、現状数層短期、お二人はシャー短期にしての闇点、いやいや狙います、僕はリーチ、僕もリーチ、二人ともリーチと、僕もリーチです、はい、なかなか2枚目を切ってくれませんが、数層短期を継続中です。ただ自分がドラドラの時は万全を期して僕は闇点にしますね、うん、上がりたいから、上がりたいというか、はい、黙ってれば絶対出てくる範囲なんで、うんうんうん、まあ、止めちゃうかもしれないですね、はい、そうですね、リーチ打ったら、はい、その現物でつながってる間にこっちが論牌持つ可能性もあるんで、はい、これでリーチか、ドラ短期でのリーチとなります。1枚あるかな、残ってます、1対0、あら、あれは0なんですか、はい、1対0か、そうですね、そして中村のリャンマンも出なそうなので岡崎がピンチです。そうですね、沢谷は3万短期のドラ短期、
松丸か岡崎が打つかといった状況でしょうか。阿久津はどうする。スーソーギリリーチ、イーソー筋、気が気じゃないよ。はい、やっとします。何でしたっけ、こういう時は何を思い出すんでしたっけ、佐藤さん。だから親リーチが山にない山にない、でもしないってねいう状況であることを想定して、想定っていうか想像するんですよ。気合ってことですね。気合で乗り切る、はい、関節を引きましたが、沢谷もね上がりたいテンパになっています。ここで手を崩していきます。3ピン切り、決着はつくんでしょうか。山に1枚あっ、引き分けですね。そうですね、はい、お預けです。このしのぐのも大きいよ、うん、ただ沢谷さんはシャートイツ落とし狙えたかなとは考えてるでしょう ね、はい、手出しだったね、はい、まあ、リーチ受けていかにもシャーだったんでね、はい、トイトとし濃厚でした。うわ、ん、うん、怖っ通りました。リャーソンを取る、これが入って流局となります。親番サワヤ、そして岡崎、二人転売流局です。やはりこんな連続ね、一人勝ち上がりって全然違いますね、なんか、うん、やっぱり強くどっかで行く場面を作って、うん、まあ、逆に言うと単純なんですけどね、うん、行くだけなんですけどね、ただそのやっぱり脱落したくないと思いが強いと、はい、あと大事に行きたい、自分がトップ目に入った時、はい、うん、いいですね。ギャンシャンってだな。阿久津は一メンツ、岡崎ドラドラ、トイツは3組です。ドラが2ピン、中村は一メンツ、ギャンシャンって、これでトン目いっぱいでしょうか。うーん、ドラ1枚ありますかね。はい、お、いいの引いたね。ジーソン横になりました。はい、シャンポンリャンメンのイーシャンテンは岡崎です。シャンポンだってもリーチ行くのかな。マジ的にはどうでしょう。リャンピンとウマンが残ります。まあ、ドラドラですからね。うん、あ、これは残さない。中村選手もイーシャンテン、リャソが入れば嬉しいピンフ。サワイヤはちょっと見えなくなってまいりました。おりゃんま、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 リーチとなったのは中村です。カンリャンソー待ち、ザ・リーチ、リヤマかな、はい、リヤマです。これガラリーです、そうですね、いわゆるガラリー、完全なガラリーです。ただほら、教託あるんで、はい、上がること重要なんですね、はい、大きいんですよ。佐藤さんにサインももらいましたし、そうですね、はい、憧れですから、はい、僕もリーチすると思います、はい、これは結果は神の御座。さあ、いや、この手配どうですか、行きたいですか。いや、行くでしょう、うん、そして岡崎も勝負手、あ、来た来た、来た、勝負怖いな、いっそヒヤッと中村、いっそ対管理圧を、そう1倍、スーソー3倍、3対2、お、意外にいい勝負ですね、うん、まあ中村さんはリーチ取り消したいでしょう。はい、取り消していきますか。4対2か、でも分かりませんね、まだ、うん、分かんないですよ。まあ俺、親が欲しかったね、はい、沢谷もいいシャンテン、
こい。うわそれ2枚欲しいんですよ。フォークが欲しいんです、うん、上がりですからね、はい、2枚でこうなってくるとねちょっと気持ちが引けてくる。おチーピンまた切れちゃうな。嫌ですね。ピンズがバラバラと。酸素はドム筋。おーいいシャンテンにはなったが共通安牌リャンマン、まあ、カンリャンマンの可能性まだちょっとありますね。リャンマン切っていく。決着つくでしょうか。スウォーズ対決、そこに割り込んでいくのか。サワヤ阿久津もいます。イーシャンテン、お、天山層天杯ぞ。当たり牌を吸収してのペン山層。安全牌がほとんどないんで、うん、一回いっちゃうありますね、うん、行きました。闇天のペン山層、いいペーコーです。出上がりができる形。そうは一枚ある。あ、ないな。酸素ない。酸素なし。爽やくん、あ、テンパったら出る。おー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 、出ちゃうよ。出ちゃうよ。これは出ちゃう形。酸素アークツが急走しっかり切ってのペン酸素。嫌がり1300、一本まで1600、強卓もついてきますよ。嫌がりですね。はい、こういうの逃さないですね。あの辺はちょっと自分でシステムチックに打ってますよね。あの降りる牌がもうほとんどなくて、はいはい、だったら押してしまいみたいな。あれが安牌2枚抱えてるとまた回るんでしょうけど。うん、インテンパイの局面でした。さあ制した親番、制して親番を迎えます。阿久津です。ドラガイマン1メンツ完成。岡崎0メンツ、中村は2メンツ完成です。ドラ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 、いいシャンテン。チートイツ、チートイツ、またチートイツだ。サワヤなんか支援が来ますね。サワヤさん1回チートイツ決めないと、もうなんかそのままずっと引きずりそうだな今日。もう嫌いになっちゃいますねチートイツが。ドラドラです。ダメ土中。あ、来た来た来た。リーチする。はい、リーチチートイドラドラ初短期。捨て合いが派手でもね、もういいんですよ。はい、うん、初は山さんです。今度こそ決めましょう。一発までついちゃうかもしれません。ああリーチチートイドラドラ。さあリーチを受けて、中村は行きたいから。行きたいですね。はい、はい、ピンズ先生まれすればかなり勝負形ですね。はい、四面ちゃん、サブローソーリアンスも、うん、想像の量刑で展開したいと。これはリーチ、これは強いですね。あ、こうなると勝負分からなくなってまいりました。リャンウソーサブロッソー対流派短期ですが、流派も3枚。リャンウソーサブロッソーもそんなないか。うん、おお、ウソーがなくなった。あららららら、なくなりましたね。リャンソーも1枚しかない。そうですね。スッチソーも1枚、スーソーも1枚。スーソーは関係ないですね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、酸素も1枚、うん、あ、来た、来た。あ、2対2対4ほどでしょうか。まだ分かりません。4面ちゃん対短期待ち。中村の追っかけリーチ、サワヤがドラドラ。決着はつきそう。トラが通る。ドラはもう通ってましたね。はい、うん、打点的にはサワヤさんちょっと安心になりましたかね。うん、うん、ドラが全部見えたんで自分からは、はい、小さそうではない。うわ、ピンってわけにはいかんですね。
パス短期上がりはあるか。川に捨てられたのはリャンピンでした。これはトルネードしていいんですか。まあちょっとあれとあの決定弾にはならないですね。今までのチートイツを考えると、はい、いろいろあるので、まあまあ、物語が、まあまあまあ、ハーフぐらいでございます。ハーフトルネード。あれはそうなくなり。おお。おお、積もった。薄かったですけどね。ローソンの玉上がりはピンフもつきます。裏も乗って、リーチピンフツモドライチ、裏1です。1300、2600。爽やくんも裏裏だって。ああ、3ピントイツでした。バイマンでしたね。マリアンピンターキーは難しいでしょ。はい。チートイツが鬼門になりつつある。はい、怖いです、今日は。トン3曲、岡崎の野蛮です。3回戦。しかしまだまだどうなっていくかも分かんない。分かんない、さえもつれますよこれ。ドラローソーです。現在トップ目に立っているのは誰でしょうか。阿久津かな。阿久津さんじゃないですかね。阿久津ですね、でも人って込みなんでね、はい、ほとんど横並びですね。はい、このままいくとかなり最終戦楽しみです。これ本日ですか。そうですね。ドラ1マールか。ドラ1マールがちょっと考えました。もうちょっと、もうちょっと。阿久津のテーマ。これも本日聞きたいな。どっちの、数万とりあえず。武蔵はいいんですか。武蔵はいいでしょ。はい。役々とりあえずだよね。はい。キューピン先切っとくとピンズに渡った時にスパイス出ますけどね。うん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 。こちらですね。はい。もうチーズを切っていきます、うん、離っちゃうと2つ目の2パイが泣けない時があるね。チュン出た、チュン出ました。もう露骨に行くかな、こうなったら。あ、行かない。うーん、あー、これは結構露骨に狙わなかったです。この間ベスト8見た時も、うん、あ、そうですね、出ましたよ。テンパイ取るってことでしょうか。取るんじゃないか、はい、うん、こっからシャアでシャアポンするかどうかですね。はい、リャンソのテンパイです。ヤクヤク、まあ、トータルトップを考えると、うん、これで OK にしてるかもしれないですね。ハツ、うん、が切れなくなっちゃいましたね。切れないですね。はい、チュン、ハクも泣いている。阿久津がいます。ここもハツ切れないですね。ハツ、はい、は山に残り2枚。あ、ポンした。ポンした。あ、意外。一等もリャンソーにしたのに。まあ打点上昇がね、2000点から8000点になるから、はい、本日までいけば4倍になるし、あとは3回戦だからここトップで決めたいって思いあるでしょうね、はい、そうすると最終戦結構優位に進められるんで、うんうんうん、現在は3層短期、はい、ピンズの本日にしたい。おー、行った行きましたね。かっこいいな。シャーポンによってちょっと変わったのかな、最終手出しするそうで。今いけるっていうのがあったんでしょうか。これ3層並べた方が良かったかもしれないですね。うん、ああ、怖いですね、はい、はい。その瞬間にスイッチしてる可能性あるから。初打ってた。ここもいけた。いいシャンテ。ドラドラ打ってきた。岡崎がいます。ちょっとこれは異様ですよ。きた、イスピニチ、まあ、決勝仕様だなこれはね、はい、うん、岡崎のリーチです。ここも行きたい。ドラドラ、ドラドラだけど、おすごい、このつま上がり、ヤクヤクとなります。700-1300のつま上がりです。これ嬉しいでしょう、アクさん。最高です。岡崎さん読み切りましたけどね。そうですね、まあ、チースが振り手だったから、それが3層は切れなかったな、はい、ウソ酸素とはいけなかった。酸素のつま上がりとなりました。さあ、トン4曲です。ドラガウーピン、中村の野蛮です。同期のサワヤには負けたくないと言っていた中村です。いいね、手が。はい、チューンが統一はサワヤ、うん、サン統一、阿久津は初が統一で1メンツ、
岡崎も一メンツです。でも今のさっきの一曲はちょっと気合を感じましたね、岡崎さんの。そうね、はい、決勝しようと、はい、おぉ、いいシャンテン、またチートイトイト、暗いなぁ希望のお二人はこういうの気にされます？ちょっとチートイツで今日失敗何度もしてるんだっていうのがあって、あ、全然気にしない、気にしない、佐藤駒さんは、どうですかね、まあ、やってる最中はそこまで気にしないんですけど、終わってみたらまあどっかで決めてればなってなるかもしれないね。ただな、あの沢谷さんは最初の Q1 逃しはちょっと痛いと思ってるんで、はい、それは忘れちゃった方がいいですよね、うん、引きずらないことが、はい、引きずらない方が今日は帰って反省すればいいんで、はい、4戦で終わってしまいます。この決勝戦あっという間ですからね。さあ中村がもういいシャンテンです。ドラを持ってきたのは阿久津。さわやわチートイツ。ピンズは残していきます。お、噛んだ噛んしました。酸素の暗管シンドラが増える WRC ルールです。ドラはトン、トンは阿久津が1枚持っているだけですね。場に2枚入れ、勘された時のチートイツでまたさらに破壊力増しましたね。そうですね、裏がそうそうね、はい、4枚取ることもあるから、うん、久さん勘好きですよ、ね、大好きですそれは自分に乗ると思ってる。あ、そうですね、はい、プラスしかないです。結構今の形で勘するの嫌ですけどね。怖いです、即答でしたもんね、はい多分勘しない人の方が多いかもしれないですね、はい、もう一巡待つ、もう一手先を待つみたいな。今これ勘したじゃないですか、はい、で中村今イーシャンテンでローマンチーマンポンテン取れるんですけど、はい、どうですか。これは1個仕掛けが入ってますからね、まあ取るのが普通ですけどね。あ、来た、自然にリーチやったリーチ対応ドラ、はい、いい方が残ったぞ、はい、理想はスッチソマチです。シーソーがここにありますが、現物を切っていくのはサワヤ。阿久津が仕掛けを入れてイーシャンテン中ドラドラですもんね。はい、岡崎ペイチでペイを重ねます。チーピンが売る現物なんで、まあ、サワヤ君から切られればね全面勝負行きたいですけど、はい、持ってない、うん、スッチソーリーチ、親は酸素の暗管です。うわー、詰まりました。リーチタイヤを積むドラ、裏は乗りませんが4戦オールの積ま上がりとなりました。マグネットもちょっと曲がっております傾いてる名札も傾いてます、はい、それぐらい傾いてたんですね。スネークは出ません。そんな気持ちの余裕はないんじゃないの。スネークはだいたい負けてる時に出るんですよ、ね、ああ熱くなってる時に出るの。今いい時で、はい、ドライマンです。でもマグネットは曲がっている。だって多分 A1 選手は、はい、ただしがスネーク出した時にああ出ちゃったとか思ってますよ、ね、今日ただし見られてんなって思ってますから結構スネーク見えますよね。結構スネーク、はい、一メンツ岡崎、さあ二メンツ中村です。中村目指すプロ M リーガーと、将来自分は M リーガーになりたい、はい、うん、自分のスタイルの麻雀を確立してブームを引き起こせる存在になりたいと、まだ現在27歳、プロ2年目です。27歳になったんですね。じゃあはい、はい、
この4社に比べるとね、リアルの打ってる回数は100回ほどとちょっと少なくはあるんですが、ネットマージャンも50回ほどやってるそうです、ね、急走運動させています。サワヤ阿久津はシャーチャでシャーが統一、シャーバに1枚切れです。こんな決めいいシャンテン、はい、そして中村もいいシャンテンに、はい、換算ピースソ、どっちでもリーチに行くんじゃないですかね。はい、サワヤはリャンシャンテン、これでドロがイーマン、うん、難しいですね、うん、イーソーリャンソーもあるけどな。おお、イーソーリャンソーになりました、うん、こうしておくと、まあそうですね、ここから手配が伸びた時に最終形強くなってきますからね、はい、うん、お二人は初の決勝っていまだに覚えてますか？覚えてますね、いろんな初決勝覚えてますね、うん、自身にとっての初決勝って、はい、どうでした、どんな思い出でした？うん、僕はやっぱりあのまあ最初の決勝は無双位ってやつで取ったんですけど、はい、そうじゃなくて十段戦の最初の決勝の時覚えてますね。なんか2日目まで途中トータルトップで、はい、最終戦の前ぐらいに、はい、連覇中の河野さんに逆転されて、うん、で最終局マンツモ条件かなと思って入ったんですけど、はい、途中で羽積もって気づいたのね、うんうん、だからそのぐらいやっぱ上がってたんですよね、ちょっと視野が狭まってる、視野が狭まってたんですね、それで負けたんで、まあやっぱり負けて当たり前かなと思いましたけど、ね、瀬戸熊さんでも、うん、そうやってね条件を誤ったり、はい、まあ何回かありました、あの A1 高級だって言われた、 ありましたね、あれは大好きですあのシーン大好きです6100差って入っ思って入って64打ってやっちゃったって思ったら順位点で救われたって相手にひらさんでしたっけ、あれ、そうです懐かしいですね、はい、お来ましたね、はい、伸びましたね、やっぱり、はいはい、イーソーリャンスを外しが良かったですね、うん、いい選択となりました、ウッパーピン待ち、あとは上がりに結びつけるのみ、パーピンは残り山に3枚、ウーピンが残り1枚です、結構残ってます、山4、どうだリーチ、タンヤオ、手順は完璧でしたけどね、はい、あ、ここ来た、追っかけしない、感動層にした、イースソースイカ、イースソース3枚切れ、3枚切れ、それでも追っかけるありましたか？ありました、ありますね、うんうんうん、中村の選択は三層を切っての闇点、久さ、うんはイースソーですね、はい、瀬戸熊さんは、僕もイースソーで渋々リーチですね、これ止めたらすごいですが、ワーピン補充になってしまいます、うん、岡崎の上がりとなりました、5200リーチタンヤをトライチです、5200は5500の出上がりです、中村宝珠にもあります、まあ感動層に取った人はあそこでちょっと乱層切りで一回置いてもらったんですね、あったかもしれないですね、はい、自身のマッチがそんな良くないんで、はい、さあ何入、3回戦沢谷の親番となります、ドラがウーマン、さあ山プロは2年目です、スタメンズドラはありませんが、まずまずいい形、阿久津もおれ単品イーペーコーのような本老地ドイツ、はい、岡崎、あ、こっちはドイツ、ドイツ泣き入れたのは岡崎です、今のポン、もう本狼に絞りましたね、カッパー向けはもういきなり決まってるから、はい、初も重ねるイーションテン、3色まであります、イーソー切りか、トラ、うん、トイトイ、
今のポンからの発信が入っています。1枚目のポンですから、まあ、ある程度形は整ってるのかなと予測しますか。うん、まあ、なんか狙いはありますよね。はい、うん、中村ピンズの本一、ただ想像残していきました。はい、EP のポン入れてどこを切っていくか。もうドラを切っていく。ここは見切りましたね、ドラ、はい、うん、まあ防御も兼ねてですよね。はい、うん、持っていては怖い牌にもなりかねます。これで天牌ですが、一手代わり3色リーチしないもありますね。勘違いさ、いい街だな。でもローソン2枚見えてるから、うん、じゃあリーチも、じゃあリーチあり、足止めにもなるか、うん、闇点、うん、勘違いさの闇点を選択です。ここに地層が統一でした。あー、多いなこれ。あ、ポンされた、ポンされた。タイヤを、でもポンされてよかったですよね、逆にね、はい、薄かった、はい、これは3色同ポンがある。いいそうは、うん、こうなったらサオヤさんどうするんですか。作り直しですね。シャンパシャンポン待ちじゃないですか、うん、今度は初、はい、をポンしたりね、うん、あとちゃんかんがあるんで、うん、それをね、ちょっとちゃんかんありました、忘れてました、うん、おー、トモコさんいた、いいシャンテン、トモシャー急走、いいそう思った。でもイーソー持ったのは相手に切らせづらくしてますかね。でシャアがもちもちになりました、はい、これでスイッチでしょ、はい、一気通貫ある。あれ、あ、そっか、イーピンポンされてんのか。うんうんうん、お、トンが飛んでます。ポン、これでシャアと急走のシャンポン待ち完成です。ポンローまでいった、はい、ポンロートイトイ、あー、チーソー100回も迷った。ああ、これもあるしかないですね。これは簡単ですね。ドラですからね。はい。ローソーパーソー、はい。ローソーパーソーとなります。テンパイを崩していくサワヤ。テンパイリャンウーマン。追いついた阿久津はリャンウーマンのターンヤを。岡崎は翻弄トイトイ。これで急走も止まらないかもしれないですね、阿久津くんも。うん、岡崎どうせくだんねえだろうなって。まだテンパってないかもしれないから。シャアはもちもち、急走が山々、うん、ただやっぱり最終手出しの言いそうはちょっと強烈なんでね、うん、うん、テンパってはいそうですよね。ああ、つかんだ。ドラスッと打っていく。阿久津の上がりとなりました。単葉ドライチ2000点です。チーソー仕掛けを入れて前提の上がり。白鳥さんとよく当たるときに、はい、結構仕掛けるんですけど、はい、まあ、どうせくだらねえだろって いける範囲が結構多かったり僕なんかするんですけどね。やっぱりどうせくだらないことが多くて実際に実際にあ、でもそう思うと結構行きやすくもありますよ。それはもうものすごい行きやすい、はい、本当に毎回毎回まとまってるわけないでしょっていう感じで行くといいかもしれないですね、はい、一つ、はい、結構白鳥さんは決勝で得意ですもんね。あ、そうですね、確かによく当たりますね、うん、はい、さあ、すでに一目中村です。現在トップ目は、この3回戦トップ目は中村。さあ、総勢3面ちゃん系ができました。うん、想像の秘密ですね。僕昔あの久保さんが、はいはい、本当にプロ1年目か2年目の時にチャンピオンズリーグの決勝だったんですよ。おー、はい、おー、ありましたね、確かに。久保さんがくだらない仕掛けしてたんですどうせくだらないでしょって言ったらドラコのなんかあー、1万1600円なんとなく1万円したな、ずるいですよ、はい、それ思い出しましたあの時は、あの時は本当にまあ。さあ、その仕掛けだからどうせくだらないでしょって言ったら1万2000って大きな事故もあるわけですね。気をつけないと。そのあたりからちょっとやっぱり冷静に手配で判断しようってなりました。人判断は危ないなと、はい、そう
どうですか、久さん。そういうことも。そういう時のために小汗巻いてるんですよね。多分久さんの初タイトルですよ、それ。うん、あ、そうだそうだね、はい、チャンピオンズリーグね、うん、初決勝それですよ。第10期そうか、はい、うん、チャンピオンズリーグ、うん、おー、あ、初決勝で言ったら多分その前に僕ケンタに負けてるやつがある。あ、そう、それが最初の特徴の決勝、特徴の決勝、チャンピオンズリーグの決勝が一番早いんじゃないかな。へー、はい、とか2回目の決勝ですね。そうですね、はいはい、2回目で獲得したんですね、うん、そうですね。お、ドラドラ、いいシャンテンですね、形いいですね。チャンスで到来、中村トップ目。あー、これもいいの引きました。いいよ、イスチソスローピンチピン、うん、ピンズを来た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 、勝負手、リーチ、これ決めたいですね、うん、ピンズ良さそう、良さそうですね、はい、リーチピンフドラドラです。これ決まると結構トップ濃厚になってきますよね。何曲、くつくんも親だし行きたいですね。行きたいです。お、チートイズ電波、電波いいピン短期現物待ち行くか。おお、リーチ強気どうですか、なんか腹くくってきましたね、うん、現物待ちで。いや、ここまでね、ちょっとね、苦しい展開になっていましたが、うん、岡崎ここも勝負、ようやくぶつかってきましたね。はい、スーピン持ってきてもよしかと、うん、スーピン報酬じゃない。よくないわ。よくないわ。うはい、シャンテンさんや。スーピンでほら、いいピンが。いいだろって。出るかもしれないって。ひさとノートに書いてある。そうそう。特にリーチ語ですからね。リーチ語の愛は聞きますよね。ピー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 。スーチピーピン。サワヤも追いつくか。パーピン切っていく、通ってない、パーピン切りました。ここは勝負どこですよね。勝負どこですね、はい、うん、いやー、決勝しよう。ドラ怖い、うん、通った、来た、ナンシャーシャンポン、追っかけリーチ、リーチあるな、アシャーない、ないけど、あー、アシャー2枚切りですか、はい、あ、なんないです、なんない、ゼロです、あー、チートイン中に入ってる、3人目にしてゼロ、リーチ行きましたね、はい、なん2枚ない、アシャー2枚ないのに、あ、チーピン、あ、掴んだ、毎回掴む、ダメの流れとなりました。リーチピンフドラドラです。8000点岡崎の宝珠です。これでちょっと抜けましたか、中村さんが。そうですね、ここは一つ勝負を決めたのは中村でした。まあ、ただ岡崎さんもね、うん、ちゃんと腹くくりましたね、いいファイトを見せています、はい、岡崎は先日第8期の WRC リーグ、ね、決勝戦で準優勝と悔しい思いもしています、うん、多いじゃない、三差しの3色、ダブトじゃなかったね、はい、ナンパでした。いつから時間止まってんだって。ナンパですね、失礼しました。ありません、サワヤです。さあ、こっちはドライチ、手はいいですね、はい、一番いいですか、うん、ちょっと一回仮定したいですね。そうですね、この勝負で決めたいところ。ドラドラ阿久津ナンもあるし、うん、泣き入れてきそう、はい、中村も一メンツできました。あとは自敗などが重なればいいですが、チューンが場に一枚切れ、いやー、これが終わったら最終戦を迎えます。この3回戦はどういう決着となるんでしょうかな。3局岡崎さんね、このまま終わっちゃうと、はい、トータルがラスで、はい、まあ、ポイント差そんなないんですけど、はい、まあ、60、70ぐらいなんですけど、うん、3人抜か、ね、抜かなきゃいけないんで結構厳しい、それがきついんですよね。
じゃあこの親はかなり、はい、親っていうか、まあ、着順アップは最低必要ですね。うん、1個上がればね、はい、10ポイント返ってきますからね。はいはい、うん、まあ、55って少ないように見えて結構大事になってきますね。結構上下するんでね。はい、うわ、勝負手。全然いいドラを引きましたよ、はい、岡崎くんは。どうなるか。中盤に入ります。いいぞ。3万馬で2差し、2差しか。そうだ、ドラなんて触れないけど、3度引き、また、メンタンピンドレーションじゃないですか、ね、はい、二度受けの部分を払っていきます、はい、イーソが場に2枚目、うん、今難しかったですね、はい、うん、お二人は手役狙うんですか。いや、まあここだと多分酸素に合うとないそうですね、うん、実際問題ね。ちょっと小松さんもですか。そうですね、イースワンがいいですからね、うん、はい、うん、かといって思い切ってドラターズ払えるかって言ってそうでもないんで、やっぱ消去でいい、ニャンソサンドになりそうですね、うん、あ、これは何打つか。ドラ打つか。ドラって一番ストレートです。広い、うん、これで何のポンテも取れる形。阿久津さんはトータルで今2着目つけてて、はい、ほぼ接戦なので、うん、じゃあここで軽く、はい、そうですね、うん、うん、あってもこのまま終われば着順勝負なんですよね。おうおう、最初ですね、はい、10ポイント以内なんで、はい、だからもうそんなに高い手上がることにそこまで価値がないってことね、うん、そこまで考えてると思います阿久津さんは。沢谷はちょっと、あ、ここで目いっぱいにしました。入るか。まあまあこれもね、はい、単品ペーコになるかもしれない。広がります。数番引ければドラ合わせていく。スリムにしていきたいところ。親の現物は三層連層で両面立つ払いもありますもんね。はい、ね、入りません。早くリーチいきたいですね。いきたいです。まあ、靴くんも黙って入ってるかもしれないし、はい、難しい、沢谷くんの。ああ、そういうことですね、どっからも、もうすでに、はいはい、そんなにリーチ来る局面じゃないですもんね、上位2人は。6球はのがいいか、自分の打点を優先するか、はい、まあ、数番入った時ね、黙ってんでも一番いいさあるから、はい、打点優先。阿久津が仕掛けを入れました。パーピン薄いんです。パーピン4枚目だ。ということで内定、何の後付け。ああ、合わせた。スピード合わせていく。数層の地、それにしても上切りか。うーん、見物打ったんですね。うん、4万嫌だったんですね。ね、数字だけどね、しょんぱいだから。今だと上がれない形は岡崎です。そうよ、さあ、2人がフールを入れています。ドラは3枚見えています。現在2人テンパイ、互いに肩上がり。タイヤを3色だったら上がってたのかな。スーソースーソーって言ったら、うん、ね、結果論協会ね、はい、ここでで3万打って、はい、まあ、打つでしょうね。2万打ってシャンパンもありますけどね、うん、安全に行くのは。おお、さらに安全に行ってかなり警戒してますね、うんうん、3万チーマンのシャンパン待ち。まあ順目の関係もあるでしょうね。はい、C1 は1枚ですか。はい、1枚です。何も1枚。1枚。1対1の勝負です。
現在2人転敗です。究極となるんでしょうか。2人の星灰山には残っています。ウーマン、もうウーマン打つんだ、うん、まだ相撲回るのに。サブローはもうなかった、よく見えますけど、もうなかったですね、ないですから、はい、失礼しました。じゃあ三蔵でもいいってことですね。はい、ホイテです。さんはうん、ダメでした。ただ龍曲、岡崎、そしてペイちゃんの阿久津、二人転敗で龍曲となりました。親番はレンちゃんです。まあね、これ勝負手にしたかったですけどね、岡崎も。そうですね、ただ阿久津さんの仕掛けなんでも転敗、ね、入ってる速度を合わせましたね。はい、ドラも切っていた阿久津です。親番レンちゃんつないで、次のハイパイどうでしょうか。ドラがすまん、あ、裏ドラなしでやってみてほしいなっていう意見もありますがね、この前瀬徳馬さんがおっしゃってたように、はい、まあね、今後ね、はい、そういった、はい、次は裏ドラなしでやる可能性も当然あります、うんうんうん、はい、いろんな面を皆さんに見ていただこうと、そこはお楽しみにしてください。引き足切る三色、一本場です。ドラが一枚の岡崎、一メンツ、中村も一メンツになったところ、こちらが七八九の三色沢谷。久田さんってやっぱり一発裏ありの方が得意なんですか。いや、僕は滑って大丈夫。ああ、滑って何でもこれやっぱり方位だけあって三までもいいと、瀬戸川さんはありますか。僕はやっぱり公式ルール好きですね。まあ、あの方位の横隣で言うのなんですけど公式ルールの方がちょっと安心して打てますね、はい、なんですか。簡単に言うと公式ルールの魅力って何ですか。なんでしょうね、うん、あのやっぱりお互いに読み合いになることが多いのと、うん、なんか結構その打点とスピードのバランス、はい、うん、まあ、その辺が面白いかなと。なんか割と時間かけられるってもあるんじゃないですか。あの制約みんな狙ってくるから、はい、あの後半の勝負になりやすいっていうのもありますね、うんうんうん、一発裏取られやっぱりスピード優勢、うん、重視になって、ね、はい、じゃあ整ってきています。ただプライベートで打つときにね、はい、赤6枚ぐらい入ると楽しいですけど、ね、楽しいです。それはそれでそれはそれで楽しいです。爽やくんはドラが数番でしたけど、リャンマ残して、はい、純ちゃんの渡り見たかな。シャーチャの爽やです、うん、現在ペイチャの靴子、うん、ビーフのいい引きましたね、パーソンね、はい、リャンメンリャンメンのいいシャンテンです、うん、岡崎さんもいいですけどね、うん、相当広い靴子、初は泣きたいな、うん、こちらですね、爽やあ、これで、うん、いいシャンテン三色なるか。いいや、じれるじれゴロチゴロチ、ゴロチドラ引き、周りが追いついちゃいそうです。リャンウーピン6球走、爽やここもね、上がりたい。リャンマン打たないかな、はい、そろそろ危ないですよね。怖い怖い。おこれは3万ようやく出した。いや、ぶつかるな、ここ、この局面ぶつかりそうな、はい、3局1本番相当ぶつかりそうです。いや、岡崎も落としたくない親番です。沢谷さんも勝負どこでしょう、ここ。そうですね、ちゃんとある。あ、これで、あ、EP2 枚切れ、2枚切れか、チュンも2枚切れかな。あ、ダメですね、こいこいこい、きたゴロチ、最高ドラカドラカ、最高か、はいはい、これは上がりたい。どっちでもいいです、はい、まあ、つぼあるだと一番いいですけどね、はい、これは上がりたいね、めっちゃ上がりたいです。数万2枚、あ、来た、来た、うー、黒現物だけどパーソーが早いからね。いいな、急須1枚しかない。あー、高めの急須1枚、ただこの急須危ないんじゃないですか。あー、ほんとだ、いやいや
白が一枚切れ。あ、競争だ。これパーソ切った。行きましたね、この3巡目のパーソ切りが。リーチピーフ一発、3色もつきました。あ、本当だ、パーソ切り行きましたね。行きましたね。阿久津さんの目から見たら競争だ。8300。いや、でも岡崎さん痛かった。痛かった。痛かった、もう今の痛かった。阿久津さんも痛い。全敗気味取ったね。自分の手にもまあ必要っちゃ必要だけど、はい、どっちかというと親の現物で持ってた、はい、見合いが強い球種でしたね。ああいうパーソ切りは瀬戸熊さんがやるやつですか？まあ公式ルールは多いですよね。やっぱり先に手役狙い出すんで、先切り先切りになってきますよね、はい、ただダブルアッシュルールはやっぱりある程度スピードとのバランスで引っ張るん で、ね、ちょっと遅れがちですよね。じゃあちょっとね、急走が盲点になりやすかったですね。さあ、オラスです。現在3回戦のオラスとなっております。ドラガシャ4人の手配が移りました。まずは中村、結構総合ポイント動いたんじゃないですか今ので。今の8000の横報酬で、あ、縮まりましたね。ちゃんで3着にしたから、はい、岡崎さんも上がれなかったけど、はい、まあ、ちょっといい感じになりましたね。岡崎にとってはどうでしょう、うん、この最後ちょっとまだ得点が出ていませんが、上から下まで60ポイント、はい、一着順にとりあえず上げたいな、はい、オーラスで、うん、入れました。中村さんはここはちょっともうちょっと加点したいですよね、うん、落としていい親番ではないと。そうですね、岡崎はマンツモぐらいですか。マンツモで3着。そうですね、まあ最高はハネマンですけどね。ハネマン、まあ そこまでいかなくてもマンガンツモかマンガン出上がりで一着じゃあげたいですね、はい、まあ、マンガン出上がりだとでも出どこに、そうです、出どこにありますね。中村君から出るとあれか、阿久津さんはなんとか2着にもう一回戻りたい、はい、2300、はい、26か、久し、はい、うん、そうなるとどうですか条件。まあリーチツモでも500戦で、うん、逆転はできる、2着に浮上できる。さやさんは2着守りたいんだけど素点も伸ばしたいんですよね、はい、まだちょっとトップとの差があるんで、だちょっと難しい立ち位置、ドラが浮いています。一通はちょっと無理になりましたね。そうですね、馬が来たことで3ピン、チーピンの比較、キューピア自身で切っている、はい、比較対象がゼロ、どっちがいいか全く情報ないです。一品の方を選択しました、はい、ガンローマ引き入れたのは中村ですが、ドラがお荷物、これは9ピン切って単位もあるけどな、はい、ランピン切りです。お、前進しました、うん、イーシャンテンです。ドラ切りましたね。ただ愚形が残っています、はい、合わせるか、合わせない、ウーピン、ダンヤを、うーん、そうですね、うん、ピンズを伸ばしていきたい、ウーピンはちょっとやっぱり痛いな、はい、先ほどウーピンを切りました、二刺しになってきましたね、阿久津の手が育つイーシャンテン、阿久津は現在3着目です。岡崎君はちょっと厳しいね。そうですね、うん、今回は、あー、犬引いた、うー、さあ中村も来そうです。このテンパイ、リャンウピン、もう2600で上がりでも2着浮上、はい、リチタンヤオ、はい、中村さんはアイには打てないんですよね、はい、ここトータル2着の阿久津さんなんで、うん、2着に上げたくないんですよね、うん、でも待ってても待ってて、そうなんですよね、はい、だから
生ききれれば生ききりたいけど、はい、今裏筋嫌ですね。一発で打つのは一発で打つ派ではないですね。跳ね回っちゃうとトップまで、うん、うん、そうですね、うん、抜いた。ここは降りることを選択か、さわやさんは頑張るしかないですね、はい、ここは。さあ、阿久津はリャングピン1棒出て3300差だけど、うん、親の中村さんが降りるとなると、はい、1人脳天、はい、ダメですね、うんうんうん、あ、入ってた。あらららら、パピーかな、うん、パピーに勝負して一数差入っちゃったらドラマ勝負ですか。おかえりウピンです。親が降りたっぽいですもんね、はい、やっぱり自分が行かないと着陣落ちちゃいますよね、うん、はい、前に出ていく沢谷。リャンピンのリャンピンゼロゼロですね。リャンピンの本当はゼロ、はい、じゃあ転廃するかですね、沢谷さんが。愛がくっついてますね。はい、うん、ちょっと気温も上がっているかもしれません。今日暑いんでね、湿気で。そうですよね。しかも選手たちも緊張してるから手汗で、はい、書いてるんでしょ。わかります。沢谷どうだ、転廃したい。阿久津町は山には残っていません。岡崎は厳しい。ドラのシャワーもあるんですね。おお、確かに、うん、1枚ありますね。きた、うん、リーチある。言ってたらリーチ、追っかけリーチです。はい、スッチピ町、スッチピも、あ、薄ない、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 ゼロ、ゼロ対ゼロ、ゼロゼロ、ゼロゼロ、本当だ、うん、じゃあ着順確定ですね。そのままですね。教託日本のまま。教託日本のまま。自分の町まで順からとは想像しないんですよね。悲しいです。ね、そうですね。こんな悲しいことはね。3人目も出てこないですもんね。うん、ちょっと。ああ、でも、あれちょっとバーンか。まあ、その、まあ、いいション点だから。うん、まあ、4万も通るんですよね。あ、だ粘れるかもしれない、ウッパーソー、はい、泣けたら。ただ並びはそんな悪くないですよね。まあ確かにね、うん、このまま伏せちゃってもいいぐらいですね。中村です。はい、バイだったね。はい、バイは入りませんでした。配定が沢谷となります。さあ、3回戦、大浦は流局という形で巻こうとします。沢谷、阿久津の2人転廃、流局です。3回戦トップから中村、2着に沢谷、3着阿久津、4着岡崎の並びで終了です。続きましては最終4回戦です。